With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com/insights. この時間はズームアップ。水曜日は九州経済です。先週、日産も電気自動車用の電池工場建設を発表。で、先日もこのコーナーではトヨタも電気自動車用の電池工場を建設についてお伝えしたんですが、本当に九州が EV、電気自動車アイランドに向かうのか、ズームアップしていきます。長崎県立大学教授の鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この、今日は電気自動車アイランドになっていくのかどうかっていうところ。ね、はい。先週7日土曜日なんですけど、はい。朝刊の一面トップ記事を見て、その瞬間にちょっと驚いてしまったんですが、はいはい。朝日新聞とか読売新聞は、これ当然のことなんですけれども、一面トップって、小泉氏総裁選出馬表明っていうことなんですね。うんうん、そうでしたね。ところがですね、西日本新聞と日本経済新聞は、同じ電気自動車、うん、EV 関連記事を一面トップにこう掲げてるんですけれども、はい。切り口が全く異なっているんですよね。同じニュース素材なんだけども、切り口が違う。全然違う。西日本の一面トップの見出しはですね、九州 EV 生産の拠点へ、うん、日産福岡に電池工場。はいはい。いかにもこう九州を代表するブロック氏らしい、うん、一面トップの見出しで、うん、まあ、九州にはトヨタ、日産、ダイハツ各グループの完成作工場が立地していて、はい、まあ、裾野が広い自動車産業ですから、うん、まあ、関連企業は九州に1200社以上あって、うん、雇用者数は5万人に達するっていうふうに言われてるんですが、これがエンジン車から電動車に移行すると、うん、部品の数が3分の2に減少するっていうふうに言われてるんですよね。そうですよね。で、まあ、果たしてこの下請け企業群がついていけるのか懸念されていたわけです。それがトヨタに続いて日産も電池工場を新しく作るってなると、EV 生産の拠点性が高まって、まあ、雇用の場の減少に一定の歯止めをかけられるんじゃないかっていう、まあ、期待が高まるわけですよね。はい。その期待感高まる西日本新聞一面記事に対して、日経の一面トップの見出しは、トヨタ EV 生産3割縮小っていう。ね、九州が EV 生産の拠点になろうとしているのに、こう、水を差すかのような、うん、ちょっと後ろ向きの見出しですね。まあ、世界的に、こう、急ぎすぎてきた EV 化の波に、まあ、ほころびが見え始めているっていうのは、もう去年から伝えられていて、イギリス政府がエンジン車の販売禁止時期を2030年から5年間、延期すると発表したり、はい、今年に入ってからもドイツのベンツだとかスウェーデンのボルボが、はい、2030年の完全 EV 化宣言っていうのを発していたのをそれ撤回しますっていうふうになったりして、まあ、トヨタの EV 生産の計画縮小っていうのはこの妥当な、予想された経営戦略とは言えるかと思います。で、この二つの紙面、はい、真逆なんですけれども、私なりにこう合成してみると、見出しはどういう見出しになるかっていうと、ピンチの中にチャンスを見出す EV アイランド九州っていうふうになるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと EV っていうのは今までみたいにイケイケどんどんじゃなくなってきて、世界がちょっと尻込みしている時に九州は攻めに出るっていうですね。チャンスっていうのはこうピンチの顔をしていつもやってきますので。表裏一体なんだね、今ね。いい現象なんじゃないかなっていう気もします。で、今回のこの EV アイランド九州に関する新しい動きをいろいろ調べているとですね、何箇所か、細かいところがちょっと気になります。うん、一つは先週、まあ、突然これ発表された日産の電池工場なんですけれども、立地場所がわからないっていうことなんですよね。あ、まだ？まだ発表になってないんですよ。
EV 用の電池っていうのは、とにかく重いんですよね。うん、タイヤの摩耗を早めているって言われてますけれども、ですから基本現在の神田町の日産九州の完成車工場から、それほど離れていないところに工場を作って、うん、効率よくこう運ぶことになるんじゃないかと。新聞報道だと、関係者によると、北九州市が有力っていうふうに書かれていましたので、その関係者と思われる方に昨日電話で尋ねてみたんですけれども、関係者がわかるんですね。この場合ですね、トヨタの場合は、福岡県が分譲している工業団地でしたから、もうこれ地図見ながらですね、この一角かなっていうのが、特定できるんですけれども、これ日産の場合は、民間の多分企業さんがお持ちの土地を、まあ日産が買い取ってっていう形になるので、民民取引なので何もお話できませんっていうことです。だから今はとにかくまだわからないけど、まあそう遠い場所じゃないだろう。福岡県内。もう多分北九州市内だろうっていうふうに言われています。で、もう一つ気になるのが、トヨタ、日産ともに、次世代電池を作りますっていうのは、これはもうはっきりしてるんですよね。次世代電池っていうのは次世代電池。現在使われているのはリチウムイオン電池っていうことなんですけど、はい、それに取って代わる次世代電池ってどんなものかと。で、日産が福岡県で今度生産する次世代電池っていうのは、リン酸鉄リチウムイオン電池ってよくわかんないんですけれども、はあ、っていうふうにまあ公表されてるんですね。これの特徴は、いわゆるバッテリーメタルって言って、ニッケル、コバルト、マンガンっていうのが使われてるんですけれども、そういったのじゃない素材を使うことによって、航続距離は若干落ちるんだそうです。ですけれども、コストが十分落とせるっていうので、軽自動車向けなんですよね。ですから、今度、日産九州の方でも、この電池工場から、日産九州に運んで、軽自動車をまず作るっていうのが発表されています。なるほど。ただですね、この電池を新型電池というかどうかなんですけど、日本でも今BYD、はい、中国の、そうですね、かなりシェア高めてきてますけれども、BYD はこの新型電池もすでに採用してるんですよね。ですからちょっと新型っていうのちょっと違和感があって、なんか次の一手があるのかなっていうのを、まあ、勘ぐってしまうっていうところですね。それと、トヨタがレクサス向けに生産する次世代電池っていうのは、はい、現在のリチウムイオン電池の、まあ、密度を高めた、トヨタではパフォーマンス版っていう表現をしてるんですけれども、1回の充電で航続距離1000キロっていうんですね。で、急速充電だと20分以下で大丈夫っていうふうに言われていて、これもですね、自動車に詳しい方はもう皆さん、これ全固体電池を世界に先駆けてトヨタやるんじゃないかっていう注目が高まっているところなんですけれども、トヨタはその全固体電池は急ピッチで開発中ですっていう表現にとどめていて、全固体電池まで行くのかどうなのかっていうですね、この全固体電池でも、これはもうゲームチェンジャーになっていく、一発大逆転技術なので、トヨタが出してくるかどうかが注目されるということですね。あとはですね、これ全体読んでみると、この一連の報道って、設備投資場所から読み解く限り、EV アイランド九州じゃなくて、EV の福岡県一極集中、あるいは EV の福岡シフトっていうのが実態じゃないかとも思えてきて、熊本の TSMC、はい、もう当然車載用の半導体生産するんですけれども、そのあたりのつながりが今見えてこない状況なんですよね。そうなんですね。だから熊本の日日新聞あたりは土曜日に、果たしてこの、EV シフトをどういうふうに報道してるんだろうと思って、一面トップでどんなこと伝えていたのかっていうのを調べてみましたら、はい、熊本大学、織田信長の新書状発見っていうのが土曜日の一面だったんで。ほとんどガン無視の状況だったし。電池の出の字もなかったですね。そうですね。ちょっと、まあ、それでとても大切なことなんですけれども、まあ、相変わらず九州は一つ一つのままだったっていうのを、このあたりをなんとか変えていく必要があるんじゃないかなっていう気がしますね。オール九州っていう感じでね。うん
やっぱ、取り組みたいです。一つだけが、やっぱりこう、旨味を味わうだけじゃ、一番いいようにはならないですよね。全域に広げていくと、ね、世界が注目してますから、TSMC とトヨタ日産の電池工場っていうのはですね。ですよね。それをひとまとめにつなげていきたいなっていう感じですね。そうですね。はい。わかりました。鳥丸さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ズームアップ。この時間は長崎県立大学教授の鳥丸聡さんでした。バッテン少女隊の春のキーナと瀬田さくらです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテンラジオ隊は、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。ラジコ、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube Music でバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。